2023年3月つくし会薬局と DX 丸2ということで、吉田薬局西6号支店のロがお話をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、2ということなんですけども、昨年の2022年の6月に、丸1ということでやっていますので、見ていない方は YouTube にアーカイブ配信ありますので、ぜひご興味あったら見てください。なので今回一応おさらいをちょっとしようかと思ったんですけど、おさらいまで全部話してるとちょっとメインにたどり着かない問題が出てきてしまうので、おさらい、本当にざっとおさらいです。 DX、前回やった時にも DX って言った時に、もう DX って何っていうところからやっぱり始まってしまうんですね。DX とはですが、デジタルトランスフォーメーションの略語 DX です。で、デジタルっていうのは、今まで人間が行っていたそのアナログ情報をコンピューターでできるようにすること、それを変革していくことで、これまでとやっぱり違っている、どんどん新しいものを作っていきましょうという、考え方というか概念のことですね。でこれは、医療業界だけではなく世界中すべてに起こっている現象です。特に医療業界における DX なんですけども、これが IT 化そのものがやっぱり他の業界に比べて5年から10年遅れを取っていると言われています。でこれは、これの理由を前回の時にもいろいろ話はしているので、ちょっと細かいところはその前回の方に譲りますけれども、やはりこの技術利用そのものが医療業界を遅れる傾向にあるんですね。でまず一つは、データを標準化することが非常に難しい。どこの医療機関、そのそれぞれに医療機関で別々のデータを持っていたりする。で当然レセコンも違うっていう環境の違いから、多種多様なデータがどうしてもばらつきのあるものになっちゃう。でそれを一本化するっていうことがやっぱり難しいんですね。もちろん薬局のデータとかもね、それじゃダメだからということでできるようにしていますが、それもねなかなか難しい。当然扱う人間もどうしてもデジタルに苦手な人が多かったりするっていうことで、こうってなってるうちにどんどんできないと、お金がやはりかかるっていう部分ですね。コストパフォーマンスの問題の部分が、既存のそのものに対して今でもこれでできるじゃんっていう部分がなかなか進んでいかないというところです。で、こういった事業を踏まえて、私たち個人、薬剤師個人としての IT リテラシー、デジタルリテラシーというものをちょっと考えてもらいたいんですね。で、リテラシーとは、本来こう読み書きの能力のことを指している言葉なんですが、近年ではこうある特定分野における、スキル、知識や理解能力を指すことが多いです。なのでよくメディアリテラシーとかヘルスリテラシーなんていう言葉を使ったりもします。で、その中でですね、よく言われる IT リテラシー、デジタルリテラシー、この向上はやはり非常に重要なこと で、医療現場でもデジタルがないところは当然ないんですね。電子薬歴もある、オンライン資格確認もある、オンライン診療もある、オンライン服薬指導もある。でそういったさまざまな機器を扱うわけですけども、その情報システムだったりデジタル技術が導入されていた時に、私たち薬剤師もこれらのシステムを扱う必要があるわけです。で、こういうサービスがどんどん普及していけばいくほど、薬剤師もこういった新しい業務スタイルに対して対応していかなければならないですね。で、IT リテラシーといった場合は、情報技術における知識や理解力を指します。で、一般的にはこのハードウェア、パソコンだったりタブレット端末、スマートフォンなどのこういったハードウェア、そしてソフトウェア、オペレーションシステム OS や、その上に乗っかって動くアプリケーションソフト、でこういったものの使い方、それから操作方法にプラスして、それに関するセキュリティやプライバシー、こういった基本的な知識を IT リテラシーと大体言います。
でもう一つデジタルリテラシーで、デジタルリテラシーはどちらかというと、というか、まあ、これはちょっとまた別で、情報に対してそれを探したり判断したり人と共有したり、そういったスキルですね。なのでいわゆるオンラインコミュニケーション、それからインターネット上での情報検索の方法で、こういったものを活用利用する方法、それから、まあ、これをそれこそデジタルコンテンツそのものを作る、制作するもので、ここに関わる情報倫理、プライバシー、こういったものが含まれます。なので IT リテラシー、デジタルリテラシーと言われたときには、そのコンピューターソフトウェアの使い方の操作方法にフォーカスしたものが IT リテラシーで、情報を検索したり共有したりする上で必要なスキル、知識がデジタルリテラシーで、当然ですけれどもこの両方が必要な技術になってきますので、より効率的で効果的なデジタル活用をするためにはどちらのリテラシーも必要なものとして考えてもらいたいです。で、薬剤師としてっていうだけではなく、私たち別にこの人間としても、やはりこうどんどんデジタル化が進んでいく社会に対しては、やはりどちらも必要なスキルかなと思います。要するにどういうことかっていうと、道具の使い方なんですね。で、これ見ると分かりますが、ハサミですよね。で、みんなハサミ使えますよね。ハサミ使えない人いませんよね。でもこれ私のも自分の持ってるハサミなんですけれども、私家にこれだけのハサミがあるんですよ。で、これ全部必要なハサミで、それぞれに使い分けをするんです。うん。で、IT とかデジタルも同じで、いろいろその場所を必要な状況に応じていろいろ使い分ける、うん、ただハサミを使えるのは、私たちはなぜかこれを使えることを知ってるからなんですよ。でもこのハサミが例えば何からできてるかって言われたら、みんな答えられないじゃないですか、うん、この鋼の成分はとか言わないし、どんな風にして作られてるかなんてこともあんまり想像もつかない、うん、でも使える。そう、だからデジタルも同じで、まあ、うんと細かいところまで私たち一ユーザーが知ってる必要もなくても使えるっていうことがやっぱり重要なのかなと思います。で、こういったことをやっぱりその向上していく上で、やっぱり大事なことは知るということ、基本知識、デジタル、そのさっきのリテラシー、そうですけども、デジタルの土台ですね、こういったものをまず知るということと、そして実際に使うっていうことで、こうそれしてもう一つは、その使った上で役立てるですね。ただ使えるだけではなく、これをちゃんと課題解決に使えるとか、これを便利に使えるっていうことが、柔軟にこのからの社会に対応できるために求められるスキルなのかなと思います。で、まあ、こういうことが、まあ、実際にはその IT リテラシー、デジタルリテラシー向上のために、皆さん、まあ、自身これはもう本当に努力をしていかなければならないことだと思うので、まあ、この辺をしっかり考えながらやっていきましょうというところで、今回のメインが SNS とはということで、皆さんもご存知の SNS、 知ってるようで知らない SNS についてちょっとお話をしていきたいと思います。まずですね、ちょっと SNS の話をする前に、これ令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書ということで、これ総務省情報通信政策研究所というところがやってます。で、令和4年度のアンケートもつい最近やってましたので、まだこのデータは出てなかったんですけどね、やってました。これ経年変化を見ていただいているんですが、全年代で見ていただくと、年を追うごとに増えていくネットの利用時間、わかります？そうですね、この最初のところが70時間が、今はなんと176時間。でテレビの時間も、まあ、そのにあってちょっと減ってはいるんですね。ただ極端にその入れ替えるほどは減ってはいないんですが、やはりテレビの時間が減った分、ネットの利用時間が増えている
で、これを年代別に見てみると分かりやすくて、やはり年を重ねる人、テレビの時間が多くてネットの時間が少ない。で、一番多いのは当然20代の方がネットの利用時間は多くなります。で、これが、全年代、年代別で分けてあるんですが、どの時間が実際に一番多いのかなって見たときに、20代の子はやはりそのソーシャルメディアを見ている時間で、60代の方、50代の方になるとやっぱりその文章、メールを読んだり書いたりしている時間が多くなっていくということで、各年代別でもそのデジタルの使い方というのはだいぶ違ってきます。これはこの平日のコミュニケーションメディアの時間なんですけど、まあ、実際に携帯電話、固定電話、ネット通話、ソーシャルメディアの利用時間を見たときに、これもすごい年代差でわかると思うんですが、20代はソーシャルメディアが圧倒的に多くて、60代ではやはり携帯の通話ですねが多くなってくるというのが出てきます。まあ、これは周りを見て、まあ、ご自身のご両親とかが何を使ってるかとか、子どもたちが何を使ってるかっていうのでよくわかる、そのままの現象だと思います。で、そこでこの間やったアンケートですね、ちょっと結果を見ていきましょう。まあ、18件の回答をいただい、18件20件ぐらいだったのかな、ごめん、ちょっとこれが古いデータになっちゃってるか。一応ですね、うちは一番多いのが40代で、20代がお一人しかいなかったんですけども、アンケート結果です。 SNS を利用していますかという結果に、投稿してなくても見てるだけっていう場合も含めてですが、やはり LINE は圧倒的に皆さん使っていて、意外となんか Twitter、Facebook、Instagram が同じ同数になりましたけど、TikTok はやっぱりあんま使ってないんですね、という結果が出ました。で、家族と友人のちょっとしたやり取りにどうしますかという質問に対してですが、電話で話すという方は多分これお一人だけだと思います。で、ほとんどの方がやはり皆さん SNS でやり取りをするのがやはり多くなっている。デジタルに対する苦手意識ですが、まあ、半分の方がやはりあると答えています。なので、こういった状況での SNS とはです。じゃあ SNS って何ですかって人から聞かれて、皆さん説明できますか？なかなかね、説明しようと思うと難しいんですけども、 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略です。で、もともとはなんですけども、もともとはっていうかね、これ意味合いがだいぶこの数年で変わってきてるところもあるんですね。で、本来は登録された利用者同士が交流できるこのサイト、会員制サービスのことを言っていたんです。で、広い意味で言うと、その社会的なネットワークで、こういったものを構築できるウェブサイトだったり、そういうサービスのことを言っていたので、昔はその電子掲示板って呼ばれるものだったり、メーリングリストというのが SNS に含まれることもあります。で、もっと狭いところで見ると、このコミュニティ型の会員制のサービス、私はなんか SNS って聞かれたらやっぱりメインはこれだと思っていたんですけども、いろいろ調べていくと、もうオール SNS っていう言い方をするんですね。なので、今はインターネット上で人と人をつなぐもの、コミュニケーションを支援するウェブサービスは全て SNS と呼ばれます。で、 SNS のそもそもの目的って何ですか？で、そもそもの目的は個人間のコミュニケーションだったんです。過去形ではないんですけども、まあ、今もこの個人間のコミュニケーションで、利用者がその登録をすることで人と人とがどんどんつながっていくっていうのがあって、本当に古い時代は招待制のものがかなり多数あったんですね。で、今は本当招待制のものはかなり限られたものしかありません。で、こういったものがどんどん波及していって、今は SNS は企業やそれから政府機関というありとあらゆる分野で利用が進んでいます。もうそれこそ首相官邸だってやってるわけです。で、
個人で使う場合の皆さんのやり、基本のベースはそのコミュニケーションプラス情報の収集ですね。で、情報を収集するってことは当然発信する側があるわけです。なので企業やそういう政府関係のものだったり、もちろん個人での情報発信もありますけれども、こういったものを SNS 上でできるようになること、できるようになってきていて、まあ、地域格差も減っていくとか、その情報においてこう格差がなくなるっていうことも一つ大きなものになってきます。で、 SNS の中に含まれる機能の一つでインスタントメッセンジャー、あんまり聞かない言葉ですかね。聞き覚えあります？あんまり言わないですかね。メッセージを送信するアプリケーションのことをインスタントメッセンジャーと言います。で、私は SNS って言われた時にインスタントメッセンジャー単体は含まないと思ってたんですけども、今はこれも含みます。で、チャットアプリとか、まあいろいろメッセージングアプリみたいな言い方をするんですけれども、これね2004年の記事から拾ってきてるんですけど、あの BB ウォッチというインプレスの雑誌ですね。これ2004年です。今から20年近く前にもインスタントメッセンジャー存在しています。これ ICQ、 AOL メッセンジャー、 Yahoo メッセンジャー、 MSN メッセンジャー、それから iChat ですね。私は AOL は使ってなかったですけど、と iChat は使ってないですが、他は全て使ってました。その当時も全然覚え使ってた方いらっしゃいます？ Yahoo 使ってましたね。 Yahoo メッセンジャーは日本はすごい使ってたんですよ。でこれもう Yahoo が、ね、サービスを終了してしまったんですけども、あ、今思えばそうだやり取りしてたじゃんって思いますよね。そうなんですよ、やってたんです。その当時も、もう今残ってんのは ICQ だけかな、多分。私まだアカウント ICQ 残ってます。それで2004年の頃ってこんな時代なんです。携帯電話2つ折りです。はい、カラーの画面にはなっていますが、2つ折りのこの携帯、これが2004年の携帯電話。当然ここに Android が載ってるわけでもないですし、iOS が載ってるわけでもありません。いわゆるガラパゴス携帯、日本独特の進化を遂げた携帯電話の時代でした。そんな時代を経てインスタントメッセンジャー、今も私たち非常に多く使っていますが、一番古いのが先ほど言った1996年から始まっている ICQ ですね。今もこれは現存しています。 Facebook メッセンジャーは2010年から、 Facebook はね当時2010年の頃は多分招待制だったと思います。世界で一番使われているのが WhatsApp、 ヨーロッパで一番使われているインスタントメッセンジャーですね。カカオトーク、これは韓国独自のものです。韓国内はほぼカカオトークです。それから WeChat、 これは中国で使っているもので、日本は異常に LINE を使うという、これが面白いんですけども、世界における SNS 利用に関して言うと、これ順番で利用者人数が多い順です。 Facebook、それから WhatsApp。WhatsApp はね、本当インスタントメッセンジャーだけなんですが、ヨーロッパでのユーザーが非常に多いです。で、世界の総人口が今79億5400万人か。で、SNS ユーザーが今46億2600万人。世界の人口の約 58% が何らかの SNS を利用していると言われています。日本における SNS ではやはり LINE が一番多くて9200万人、次いで YouTube、Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、Pinterest、LinkedIn となってますね。で、 SNS の利用率を見たときに LINE は全人口の 92% の方が利用しているアクティブユーザー、はい、でやっぱ YouTube もすごいんですね。結構ね利用している方は多くて、まあ、他はちょっと少ないよっていうのが、今の日本の利用率になってきます。この間のアンケートをやった時に一つこの質問があったんです。お店の SNS 配信に興味あります、どんなことをしているか知りたいですという答えが、質問があったので、
まあ、それでこの SNS の話をしようかなと思ったんですけども、薬局と SNS って思った時は、まあ、薬局は配信する側ですよね。一ユーザーでは当然ないんです。なので、まあ、薬局だけじゃなくて企業でやる場合これ必ず出てくるんですけど、何のために SNS の運用をするのかをまず皆さんまず考えてもらう。それからその目的に合った手法を選んで、そこから手法に合った SNS を選ぶ。で続いて、まあ、それに対して運用体制を整えて計画を立て運用開始するっていうのが段階的なものになってくると思うんですね。でこのステップ4ステップ5の話までするとあと2時間かかっちゃうので、今回はステップ2から3ぐらいまでの間の話をしようかと思います。でまず第一に目的です。薬局の目的、まあ、薬局だけじゃなくて他の企業もそうですけども、まずはブランディング、自分たちの薬局のブランディングですね。患者さんとのコミュニケーションの促進、それから薬局としての情報発信、健康情報とかをまあ流す、提供する。でもこういうことから新たな顧客の獲得につなげる、で顧客が獲得できるっていうことは当然ブランディングの向上にもつながってくるわけですね。で、まあ、薬局の情報発信って言われると、まあ、じゃあ何っていう感じもするんですけども、例えばキャンペーンとかセールやってますよ、まあ、こういうことでもいいと思うんです。でじゃあ健康情報って何ですか、花粉飛びましたよとか、こういうことに注意した方がいいんじゃないですかとか、手洗いうがいってこんな効果がありますよとか、そういう小さな健康情報でもいいと思うんですけども、こういうことを発信していく。でこれ、実は地域連携の強化加算のところで、私うちのあとは健康サポート薬局とかでもここの部分、うちは SNS をやってるんですけれども、こういったことを、地域の皆さんに情報を発信していますっていうアピールの一つとして SNS の運用というのも一つの方法なわけですね、なのでこういった目的要素に合った手法を探さないといけないよねって言った時に、 SNS そのものの特徴を皆さんが理解してもらいたい。発信する側がどの SNS を使ったらいいのかな。先ほどありました利用している世代ですね。あの患者さんは当然赤ちゃんからじいさんばあさんまでいるわけですが、どの世代に向けてどういった情報を流すのか、使っている人たちのユーザーの目的って何でしょう、あとはよく言われるのが拡散性ですね。あの情報を発信した時にそれがどこまで伝播するか、これもすごく重要な要素になってきます。でうちですね、吉田薬局の場合は何使ってますかというと LINE ですね、公式 LINE、 それから Facebook、 Instagram、 この3つでの情報配信を行っています。でなぜこれを選んだかという話を、まあ、ちょっと最後にはしたいと思うんですが、6大 SNS、 さっき言った、まあ、ユーザーの多い順で6大 SNS と言うんですが、この特徴それぞれですね。で LINE はさっき言ってみんな使ってますと、当然友達とやり取りをしたりグループ間のコミュニケーションをしたりするっていう意味では本当にみんな使ってる日本最大の SNS です。でももはや使ってない人がいないんじゃないかぐらい、 います周りで使ってません。さすがにあんまり、もうみんな頑張っても頑張ってもやっぱやってるんですよね。で生活インフラとしてやはりもう定着していますしいう状態です。なので幅広い年齢層が使っているんですが、ちょっと面白いことに利用には結構制限があって、アカウントの登録に必ず携帯電話の番号が必須になってきます。なので1電話に対して1アカウントしかこれは利用ができません。はい、でユーザーの目的は当然個人間グループ間との連絡ツール、まあ、で今付属のコンテンツ LINE たくさん増えましたね。ニュースだったりいろんなものが、コミックだったり、それから LINE ペイお金払ったりもできます。それと企業アカウントを利用するっていう意味でだったり、あと結構最近だとなんだろう、ショップカードみたいなものとか、あるし、お店によってね、私注文、レストランとかの注文が
LINE の公式アプリを使っているところもありました。必然で LINE の公式アカウントにだからお友達登録しなくちゃいけないっていうすごいなこれと思ったんですけど、そう、あ、私もありましたね、うんうん、っていうのがあります。なので、まあ、LINE は皆さんよく知るとこですね。で、Facebook 意外とこれも半分ぐらいしか使ってないんだなと思ったんですがFacebook の一番の特徴は実名登録制の SNS と呼ばれています。ただし実名は登録しなくても利用は可能です。いろんなやり方があるので私は実名登録をしないでアカウント2つ持ってます。で、まあ、やればどうにかなりますで、まあ、一番は発信の自由度が高いです。発信する側も企業でもそうですし個人でもそうですけども文字数の制限がありませんし、まあ、動画も載せられるし写真もたくさん載せられる。で、まあ、実名登録制にしてるのはもともと Facebook の招待制だったところもあるんですね。で、出身地の設定ができたり学校だったり会社の情報とかを入力することで、まあ、リアルなつながりというものをコンセプトと、まあ、そもそも Facebook がそれをコンセプトとしてるんですよ。なので利用者が主な世代が比較的高めに支持されている傾向が強くて30代から50代で若者はあんまり得意じゃない方が多いです。私個人の感覚としては50代以上の私よりももうちょっと上の世代の方々がやっぱり非常に多く使ってる印象がありますね。好きです。そういう人たちが、おじさまたちが Facebook で、ユーザーの目的としては当然連絡ツール Facebook を通じた連絡ですね。メッセンジャー機能もありますので当然それもできます。それから企業とかそういうところからの情報発信もありますので、まあ、いろんな意味でのこの情報の閲覧という部分もあります。で、仲間同士も遠く離れてしまって、そのおじさんたちがすごく好きなのは遠く離れてしまった同級生とかそういう人たちが今何をやってるのとかそういう部分をやはり見ることができて、あいつ生きてるんだな元気なんだなみたいな、そういう部分もあって、俺こんなことできるぜっていうところと両方ですね俺こんなことやってるぜみたいなどっちもかな。なので、まあ、Facebook はおじさまたちに人気で、同じメタ社が運営している Instagram ですね。もともと違う会社だったんですが Facebook が買収しました。で、Instagram はどちらかというと、まあ、ビジュアルに特化している部分があって写真や動画を共有する、SNS です。で、特にこの美しいというか映えるを重視している傾向が非常に強いので、ブランドの世界観を表現しやすいためにやはり各おしゃれブランドがこぞって使っている。で、そういったものでもてはやされると非常にインスタグラムも本来は拡散しないものなんですが拡散されやすくなってきます。これはインスタグラムの機能としてなんていうのかな、おすすめしちゃうんですよ勝手に。お金を払っておすすめしてもらうのもあるんですが、この近所の人たちにどのぐらいアプローチするかを500円でいくらとかそんな感じでできます。で、利用者は10代から30代が中心で10代20代の人は 70% 以上が利用しています。当然情報収集や共有が目的ですが、まあ、トレンドを追うとかその友人が今何してるのかなっていうのを追うためのツール、そしてもう一つ発信する側は承認欲求という言葉を最近よく聞くかと思いますが、ねえねえ私を見てっていうやつですね。あ、これもインスタグラムの特徴の一つではあります。そしてツイッターです。ツイッターに関してはですね、実はツイッター社はツイッターは SNS じゃねえよって言ってるんですね。で、 SNS 他と隠してる部分どこかなって考えるとやっぱりつながりが強固ではない、非常に緩い、鎖が緩いというイメージがあります。で、これは匿名でやっぱり投稿ができるし匿名でアカウントを作ることができる。で、いくつもアカウントを作ることができます。ただリアルにつながろうと思うとつながることもできるという難しさもあって、リアルから離れてやりたい人はそこをちゃんと排除しながらやらなきゃいけない、運用しなくちゃいけないっていう部分の難しさもあるんですね。
なのでツイッターは20代から40代を中心に広く利用されていて、まあ特にどうだろうな、40代ぐらいの方は割とコアなやっぱり人が多い感じはします。で、興味趣味そういったものを軸としてつながりが生まれるので、なんだろうな、趣味のお友達、ネット上の趣味のお友達とのつながりのイメージですね。で、もう一つの特徴がリアルタイム、かなりタイムラインと呼ばれますが、投稿がガン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 勢いよく流れていくものになりますので、配信自体もリアルタイム、見ている方もリアルタイムの情報を収集するためのツール。インスタグラムとかフェイスブックってリアルタイムでタイムラインで流れてこないんですよね、そもそも、なのでちょっとリアルタイムの情報を収集しにくい。で、リツイート機能、RET と言われますけど、リツイート機能といって、その誰かの発信を私のお友達にも知らせるという機能があります。なので非常に拡散性が高いというのも言われています。で、これも発信する側の承認欲求だったり、まあ無駄に情報発信だったり、ただの本当に愚痴だけつぶやいている一般アカウントもたくさんありますが、まあ、流行を追うために使っていたりする場合もたくさんあります。ツイッターがそのちょっと SNS とはちょっと違うとツイッター社が言う理由もわからんではない、YouTube、 なんか私これも SNS って言うんだって思ったんですけど、これはなんかその真ん中、その動画投稿しているものを中心にしてつながっている感はあんまりないけどねっていうものですね。動画の投稿再生、視聴時間も長くできますし、チャンネル登録評価機能というのもあります。一番の利点は誰でも簡単にいつでも好きな時に動画が見られることです。なので利用している年代も幅が広くて、なんかよくわかんないけどおじいちゃんおばあちゃんも YouTube 見てるんですよ、で今テレビにもね、Android TV とかになってるんで YouTube ボタンがついてますから、 YouTube でボタンを押せば検索すれば好きな時に演歌が聞けたり、高齢者向けのコンテンツがあったりするわけです。で、当然こういうエンタメだったり情報収集、まあそれから学習だったり暇つぶしを目的としています。それからみんなあんまり利用していない TikTok 使ってる人、誰もいませんでしたねここには誰もいませんでしたが、 TikTok 今いろいろ話題ですね。短い動画の作成や共有ができる SNS です。で、アプリ内でその音楽とかエフェクトを使ってクリエイティブな動画を制作できるので、非常に簡単に面白く楽しい動画が作れるっていうのが一番大きなものですね。で、さらにその投稿を投稿しながら見てると、もうこの子こういうのが好きでしょって言ったら、勝手にバン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 ユーザーの思考に合わせた動画が自動的に表示されちゃうんですよ、で、まあそういったものもあって10代から30代を中心に非常に広がっていて、世界でも実は10億人以上の人が使っていると言われています。10代の子たちに言わせると、自分自身を表現するためのツールという言い方をしたり、あるいは思い出作りという言葉が出てくるぐらいの、非常に重たいツールなんですね。思い出作りかよ。なので皆さん、リアル顔出しが基本、だったりします。ただ TikTok 本当に今いろいろ問題になっていますので、まあ使ってない人は何が問題なんだかよくわからないので一応言ってみますTikTok の一番問題点はプライバシー問題と言われています。運営会社がバイトダンスという中国の会社なんですけれども、ユーザーの個人情報や、そういった趣味嗜好のデータ、こういったものを中国政府と共有してんじゃねえかっていう可能性を常に懸念されているわけですね。で、当然中国政府はそんなことしてないもんってもちろん言ってるんですが、どこも絶対そんなわけねえだろうって思ってるわけです。なのでアメリカもヨーロッパも規制をかけています。で、コンテンツ自身もその自由にみんなが作れるので、かなりやはり不適切なコンテンツも多く見られます。児童ポルノだったり、かなり過激なもの、内容的にもね問題があるもの、
それから政治関係でいうと選挙に関連するフェイクニュースみたいなものも相当あふれていると言われているので、まあ、そういった部分でも TikTok を規制する動きが非常に最近は主流になってきています。でデータ自体もそのバイトダンスのサーバーに置かれてしまうので、まあ、そういったセキュリティの問題もありますし、特に10代の若者たちがこれを思い出作りと呼ぶぐらい SNS に依存してしまっている、取り上げたら死んじゃうみたいな感じになっちゃうわけですね。こういった問題も出てきています。で最近の一番の話題だと、イギリス政府それからフランス政府も、つい先月ですね、あの公用の携帯電話に TikTok をインストールするなという、はい、ものが出ました。オーストラリアもこの間出たばかりなんですけども、そういう感じでもう政府がとにかくやめられということになっているような TikTok です。まあ、今回この薬局とはあまり関係がないんですけど、ちょっとおまけネタとして皆さん覚えていただければと思います。というわけで話を元に戻します。で目的に合った手法ということで、間違えた、ごめんね。 LINE は患者さんとのコミュニケーション、公式 LINE を使って患者さんとのやり取りをする、それか、それこそや、患者さんのフォローアップ機能ですね、フォローアップとしてのもの、それとうちだとあの写真を送ってもらって、まあ、予約 LINE で処方箋の予約をしてもらう、もしかしたら薬がないかもしれないっていう人は特にやってもらうようにしてますし、必ず置いててくれる人もこういうのも利用してもらったりしてます。それから Facebook と Instagram は同じ内容を実は投稿しているので、それはまあ薬局の情報発信か、まあ健康情報の提供などをしています。でこれも結局 Facebook、Instagram を1日1投稿とかしてると結構大変なので、そんなに頻繁には私も投稿はしません、うん、1日、まあ、1週間に1回かせいぜい2回ぐらい、の投稿で心がけております。これはまあそんなに難しいことではないので、まあ、ぜひ皆さんチャレンジしてもらってもいいんじゃないかなとは思う。結構薬局やってるところ多いです。で、実は私もこのインスタグラムを始めてよその薬局もすごい見るんですね。であこの薬局さんこんなキャンペーンやってるとか、この薬局さんこんな情報発信してるなっていうのもすごいヒントになったりするので、そういったものもあの一つツールとしては面白いのかなと思っています。で目的に合った手法の一つとして今 SNS と別の、ものを一つ紹介します。 Google ビジネスプロフィール、自分の薬局 Google で検索したこと皆さんありますか、でトップに出てきますかね。必ずトップに出てくるのが本来はこのこれ職場って出てくるの、これ私検索すると実はこう職場って出てくるんです。ちゃんとなぜかというとこの職場のビジネスのプロフィールを扱っているのが私だからです。アカウントの登録をしているんです。でそうするとこの内容を自分でいじることが実はできます。なので営業時間お休みの設定だけでもせめてできるわけです。でそれからウェブサイト、もしあればウェブサイトへの案内、こちらもできます。でこれ難しくないので、ぜひあの結構私何薬局か実はこっそり調べましたが、プロフィール登録してある薬局さんほとんどありません、はい、なのであとねクレジットカードが使えるかとかそういったことの設定も可能です。でこれは、これ営業時間外ってなってるのはこれ祝日に検索したからですね。ちゃんと祝日は、お休みですよ、で火曜日から始まりますよ何時から、でそうすると全部いろいろ出てくるし経路案内、でビジネスプロフィールね、あの登録しておくとちゃんとレポートも上がってくるんですよ。なので1ヶ月で何人の人が検索をして行き方を調べて電話番号を調べましたっていう案内が来るんですけど、結構皆さんこれを使って調べてくれてます。なのでトップページに上げるためにもぜひこれはそんなに難しくないので、皆さんの Google アカウントとこのビジネスプロフィールを紐付けてください。必ず自分の Google アカウントでもいいし、もしそれが嫌だったら薬局の Google アカウント作ればいいです。それだけのために
それもありだと思います。私、何かやるように、別に薬局のメールアドレスなんて何個あったって構わないんだから、その公にしないメールアドレスがあってもいいと思うんですね。なので公にし、私は薬局のメールアドレスも、もう Google のアカウントもあります。別でも取ってありますけども、なのでアカウントをいっぱい持っている感じです。 Chrome を使うためにとか、例えば Adobe のソフトを使うためにとか、いろんなものにアカウントはあってもいいので、私は個人の、Google アカウントに紐付ける必要はないと思いますので、皆さんの薬局の Google アカウントを一つただですから作ってもらって、でそれに対してビジネスプロフィールを紐付けてやればいいと思います。あ、そしてロゴとかもね、ちゃんと載せられる、写真も載せられる。あ、でさっきのインスタとかに投稿している内容の、投稿もで出せます、ここに。なのでぜひやっていただきたいな。でやっぱね、ウェブサイトは全然更新しなくてもいいので、やっぱりあった方が私はいいんじゃないかなと個人的には思うんですね。でやはり薬局としての発信っていうのを考えた時に、ユーザー目線すごく大切です。私たちも何かを探す時に、何を見てどういう情報を探しているのって思ってください。でそれを思ったら、考えれば薬局からこんな情報が発信されたら嬉しいな、こんな風にやり取りできたらいいなっていうものがおのずと見えてくると思うんですよ。例えば新しいクリニックさんできたよねって言ったら、まず皆さん検索しますよね。ホームページないかな、え、ないんだってなった時にどうですかね。まあ、そこで一回ちょっと信頼度がちょんと落ちるじゃないですか。薬局も今や多分私同じだと思います。皆さんきっと調べるんですよ、患者さんは、ね、出てくる情報を、例えばそれがスクエルだったり、いろんなところの情報が出てくるわけですけども、そこでユーザー目線に立った時に、どんな情報を薬局が発信してくれたら患者さんはありがたいと思ってくれるのかな、それから新しく見る人たちが何を見たら嬉しいのかなっていうのをやっぱり見てもらうといいのかなと思ってます。なので、うちは何しろ社長がケチなので、1円もお金出してくれませんから、私が全部タダで運用してますけども、お金を払わずとも運用は可能ですが、もしお金を払えるのであれば、 LINE などは、 LINE を使った公式アプリはいろんなメーカーさんが出していますので、そういったものを利用してもらって、月額費用を払って、いろんなものと紐付けてもらえた方が楽だとは思います。ただただでも運用は可能です。なのでただで運用する方法を知りたい人は個別相談に乗りますので、ぜひ聞いてください。はい、という感じで SNS は一旦終わりです。ということで疑問質問コーナーで、在宅の開拓という疑問質問が来たんですが、ちょっと今回の話とはまた別なので、これは今回じゃなくて今度の時に持っていきますが、在宅の改革はそうですね、みんな頑張れ以上頑張ればちゃんと帰ってきます。必ずこの薬局がやれるんだっていうことを分かればいいと思います。面白かったのは、これツイッターである特定の方の投稿だけ通知音へ変更すること可能でしょうかということですが、お答えからするとこれはほぼ不可能です。で今ツイッターこれ使ってる方だと思うんですが、サードパーティーアプリといって、ツイッターの公式アプリでないアプリケーションが今 API 制限ということで、制限が1月の半ばぐらいからガンとかかって、サードパーティーのアプリがほぼ使えなくなりました。でいくつかのアプリケーションが使えるものが残ってはいるので、それを私は使ってはいますけれども、やり方ある特定の方だけを別個で確認をしたいのであれば、リスト化してその人だけ別のリストにしてもらうのが一番簡単じゃないかなと思います。リスト機能を非常にたくさん使ってもらうといいんじゃないかなと思うので、これももしやり方を知りたい場合は個別相談に乗ります。はい、それと、これですね、返礼請求の話が出てきて、これもちょっと驚いたんですけども、返礼の請求4月からっていうオンライン請求なんですが、私これできるようになってからずっとオンラインで返礼してたんですね。でみんなオンラインで返礼してるもんだと思っていって、いつまで紙来るねんと思って、一回紙で来たのをどうにかしてオンラインで返礼できないんですかねって問い合わせをしたことがあるぐらいです。はい、なので
どう頑張ってもオンラインで返礼する方が簡単です。なぜ紙で返礼しようと思っているのかがちょっとわからなかった。紙で返礼している人がいると思ってなかったので、私あの案内の意味がよく分かってなかったんですけど、そう出てくるのもそうだし、あの案内も4月からですよってきて、あえだってもっと前からできるじゃんってずっと思ってます。あのぜひやっていなかった方はオンラインの方が楽だということに気づいてください。以上で、もう一つですね、トラブルが起きた時のフォロー、不安を感じるよとか、対応ができないから電話サポートの電話がつながらない、まあ電話サポート大体つながらないですよね。まあ、この話をちょっと今日はおまけのところでしたいと思いますので、おまけツール紹介です。ただ黙って話聞いてるだけだと皆さんのお持ち帰りが少ないので、なんだか便利なツールの紹介をちょっとしていきたいと思います。はい、一つフィルアイという、これ使っている方、結構いますね。はい、写真撮るだけで一瞬で錠剤がカウントできる、あのすごい便利ツールで、本当にすごい便利ですよね。皆さんね、使っている方分かると思います。どんな錠剤でも、丸でも四角でも半分でも数えてくれて、一応1回に1000錠まで数えてくれます。まあ、1000錠数えること私たちないんですよね。でこれあの韓国の企業のものなんですけど、向こうってみんなボトル出しなんですよ。だからボトルで数を数えて新しいボトルにガーって入れて出すんだそうです。で私ちょっとこのピルアイさんの担当の方とちょっと仲良くしていて、ちょっといろいろお話を聞いてもらったり、こんな機能を日本向けに出してもらいたいなという話をいくつかさせてもらったりしてるんですね。で本当にね、丸でも三角でも出してくれるので便利です。でこんな風に写真を撮ってパシャッとやるだけなんです。そうするとこれは半畳分割したものですけど、半畳分割したものもきちんと数えてくれます。で本当はこれができたらいいよねと思っている機能がこれなんです。錠剤 PDP に切ったやつを数えてもらいたい。でこれ実はこう今回これ失敗してて、これ違うとこ点ついちゃってるんですが、大体はできるんですけど、なんかね、この輪郭差、このシートとこの錠剤との色の差がないやつはちょっと判別が難しくて、これねうちの在宅の患者さんなんですけど、切るんですよ、チョキチョキと。いません、こういう人で。しかもこの人鋭角に切るんですよ。これ刺さるやろっていうレベルで、すっごい数えるのめんどくさくて、で全部1個ずつ切ってるわけじゃないんですよ。2個だったり3個だったり5個だったりする切り方をするので、数えるのすごい大変なので、こんな風に写真を撮って、いや、数えてます。これも意外と便利な機能なのでやってみてください。ただ結構難しいです。あの必ず 100% で、これはあのフィルアイさんに話をした時に、いやそれは想定してないですよって言われて、そうだよねっつって。でもう一つが分法したものに関して数数えられたらいいなっていうのをすごいずっと言ってます。でフィルアイさんがちょっと別のシステムでこの錠剤のあの AI も、この分法したものの AI も今あの考えているということで今やってるそうです。なんとなくできる時もあればできないこともあるんですが、ただ錠剤数が多くなった時に生の目で見るのと、実はカメラを通して見るのとちょっと違います。一回やってもらうと分かるんですが、カメラ通して見ると違う目が入るので結構綺麗に数えられるっていうのもあるので、ちょっとまあ時間はかかりますけれども、数が多い場合とか、まあ、半畳とかはねやっぱねなかなか難しいんですが、まあ、追加でこれが7で、あこれ数えてないので8、9とか数えられるので、非常にあの流用できる場合もある。でもこれも同じ数錠剤を数えることに特化したあのものなので、正しい使い方ではないから、これは想定外の使い方なんですって言われてます。はい、でもこれができるといいなって。カメラを通した方が見やすいっていうかね、なんていうのかな、ちゃんと数えられる。生の人間の目が一回カメラを通すとちょっと感覚変わるから、やってみると分かる。やってみてほしい、ぜひこの感覚を。でちなみにですね、これが以前は無料で使えたんですが、1月からかな、去年の12月ぐらいからかな、あのサブスクになりました。月額2000円です。はい、でこれがチームプランといって、あの何チームかある場合は応相談ということで、
対応してくれるそうなんですが、今回ですね、つくし会の皆さんにはご紹介キャンペーンで3ヶ月間無料ご利用特典がございますので、もしご希望ある方いたら私に直接言っていただければ、アカウント登録の際に無料で3ヶ月ご使用いただけます。ちなみに例えば使い方として棚卸しの時だけ使う、これもありだと思います。そうで、これお金払わないと1日20個かな、20件ぐらいまでですね、確かね、20件まではできます。うん、でお金を払うと20件以上できる、で記録もちゃんと全部残るようになっていますので、棚卸しの時とかもほんとバサーじゃんバシャーンじゃんって数えられるので便利です。なんだっけ、うちもよくやるんですけど、はかりで1錠を計算してってやつもあるんですけど、やっぱあれ全然正確じゃないですよね、カウントって。だからあれでざっと測ってもう一回測る、もう一回写真撮って確定っていう感じで使ったりもしてます。うん、なのでいろんな使い方があるので、ぜひちょっと、やってみてくださいということです。で、先ほどありました、ピルアに関してはこれでおしまいです。で先ほどありました、皆さんの不安を解消するシステムとしてもう一個ご紹介しますのが、今アスクルさんが行っているビズラクというサービス、皆さんご存知ですか？広告がアスクル使ってます？アスクル使ってない、意外とみんなアスクル使ってない。アスクル使ってますよね。アスクル使ってくると、使ってると広告が入ってくるので、そうはい、というご意見がありましたので、本日アスクルビズラクさんからご紹介でご担当の方がいらしてます。ありがとうございます。もらったやつがそのまま入ってます。はい、ありがとうございます。改めまして、私アスクルの、ビズラク事業をやっております、マーケティング担当の小原と申します。今日は野呂さんに貴重な時間いただきまして、ちょっと簡単に冒頭あったツールの、ご紹介をさせていただきます。はい、でこのビズラクというサイトをですね、アスクルとしてですね、私たち新たにサイトとして立ち上げております。で、こちらはですね、ここに書いてある通りですね、中小企業の主にですね、中小企業の皆様のお困りごとを、解決して、仕事を楽にしてもらおうと、いうようなコンセプトで、このような形で、サイトを立ち上げています。で、ご存知の通りアスクルはですね、鉛筆一本から始まってですね、今30年ほど、やらせていただいております。で、コンセプト、ビジョンとしてはお客様のですね、企業活動のインフラを支えようと、支えるんだと、いうようなところで、スタートをしておりますが、まさにですね、今回のこの DX の勉強会の趣旨の通りですね、やっぱ企業活動を支えるにあたってはですね、やっぱりそのデジタルを生かしたですね、やっぱ企業活動っていうところで、まさにトランスフォーメーションしていかなきゃいけないっていうところで、なので我々そのビジョンをやっぱり全うするにあたって、このデジタルという分野の含めてですね、お客様に提供、それがひいては課題解決につながるというような思いを込めて、立ち上げているというようなところでございます。物を売るだけではアスクルもやっていけないからです。おっしゃる通りでございますはい、でですね、このサイトのですね、作りというか、ご提供の、フレームを実はこのような形で我々設計させていただいております。で、まさにこのですね、事業、サイト立ち上げるにあたってですね、やっぱりいろんなお客様のですね、お声を聞いた上で立ち上げているんですけれども、そもそも DX って何ですかって、冒頭にあったものだったりとか、あとはなんとなく分かるんだけど、そもそも何からやっていいか分かんないんだよねとか、誰に相談したいか分かんないんだよねみたいな、そんな声が非常に多かったので、まず左側にあるとおりですね、こう業務のですね、課題解決のですね、ネタですね、こういったものを困ってますよねと、でそれに対する課題解決のヒントというのが情報として掲載しておりますので、まずここら辺を参考にしていただきながら、そしてですね、ビズラク相談室というですね、これも単純にも何でも相談できると、よろず相談していただけるようなものが無償で、
そういった場を作っておりますので、まあ、そこにですね、お声掛けいただいてですね、まあ、ちょっとコミュニケーションを取らせていただきながら、まあ、最終的にですね、その課題解決を解決するですね、まあ、ソフトウェアですとか、まあ、通信商材というところを、まあ、厳選した形で、まあ、用意させていただいておりますので、まあ、そういった形で、最終的には皆様のですね、業務をまさに楽にしていただこうというようなところで、このビズラックサイトは、用意しておりますので、まあ、そういったツールであるというところで、まずご認識いただければと思います。ですので、まあ、ある意味ですね、野呂さんのような方はですね、この左と真ん中はまあ不要かと思いますので、もちろん最初からこちらの一番右の方に行っていただいてですね、選んでいただいてももちろん問題ございませんというところです。で、この場でですね、一個だけですね、ここにある、右下にある、みんなの IT サポートというまあサービスがありますので、簡単にこれ、ちょっとご紹介を最後にさせていただければと思います。はい。で、これ、どんなツールなのと言われましたら、まあ、一言で言うとですね、皆様の代わりにシステム担当代行しますというサービス。まあ、皆さんの代わりに上司数代行しますというようなものになっています。はい。で、例えばですね、システム担当者がいないので、IT 環境整えられないようですとか、おそらく皆さんいろんな業務の中で、こういった IT 部分の、まあ、環境を整えたりですとか、よくワンオペなんて言ったりとか、ゼロ上司数なんて言葉も、あったりするんですけども、やっぱりなかなかですね、対応が回りませんですとか、詳しいこと聞きたいんだけど聞ける人がいないと、野呂さんがすぐ捕まればいいんですけどそうも実はいかないとか、まあ、そういった相談先もないなんていう方が、このサービスを使うとですね、ポイントとしてはですね、専用端末をご提供します。実はですので、そこでワンタップでビデオ通話をすることになるので、まあ現地にいるような形ですぐにこういったご相談ができるというところでありますし、あとこの中に入っているアプリケーションを使うと、皆様の例えば使っているパソコンをこの受け手側がですね、見ることができます。なので言葉でなんかこういうエラーメッセージが出てちょっと分かんないんだけどとかっていう時に、ここなんかこういう言葉があってなんかこんな画面が出てきてとかっていうようなところを言葉で伝えるんじゃなくて、実際に起こってるこういう表示が出てるんですけど、これって何ですか、このエラーどうしたらいいですかとかっていうような、そういったコミュニケーションがですね、無制限でですね、まあ、できると、まあ、いうようなサービスになっていますので、まさにですね、そういった形でリアルタイムでやっているような、上司数代行というようなところをご提供すると、まあ、そういったツールでございます。はい。で、今ですね、とはいえやっぱりこういったデジタル化ってなかなかもう一歩踏み出せないというような方のが、まあ、やっぱり多いと、まあ、いうところもありますので、今導入チャレンジ割というですね、まあ、いわゆる年間プランに関してはですね、30% オフになるというようなキャンペーンを、セールをですね、させていただいておりまして、このみんなの IT サポートというところもですね、漏れなくそういったセールを対象商品とサービスとしてさせていただいてますので、ぜひですね、こういったツールを活かしながらですね、デジタルトランスフォーメーションというところを実現一緒にですね、できたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。あ、そうか、 Zoom もビズラクを通すと安くなったんだねってこと、これ Zoom ワンプランって。はい、おっしゃる通りです。先に言ってよ、お金払っちゃったわ。1年最近ですか、1月か。あ、これ私 Zoom お金払ってるんですよ。はい、つくし会でちゃんと、はい、まあ、個人で、はい、まあ、でもこれ個人だあ、個人というかつくし会で払って、はいはい、フルで払いました。はい、はい、2万何本、はいはい、払いました。ぜひ法人契約の際法人じゃねえよ法人じゃなかった、そういうことか、はい、そういうことか、はい、あ、じゃあ他のものも 30% オフになるってこと。はい、マイクロソフトオフィスの契約も 30% オフ、はい、年間契約ね、新規だけ、新規のご契約になりますね。今ある既存の契約はならないね。ただビズラクとしてのご新規、あ、ビズラクとしてのご新規であればか、はいはい、
自動更新だね。はい、そうだね、大体自動更新だね、はい、30% オフか、だいぶ安いね、はい、いやだいぶ皆様の応援をしたいという意気込みを、あ、そう、はい、どうすればいいんだろうね、マイクロソフトオフィス、はい、どうだろう、エクスチェンジお金払ってますか、はい、なるほど、はい、ちょっと更新の終わりの時ちょっと考えるわ、わ、はい、かりました、はい、はい、という感じで、はい、今ビズラクさんというのがあります、はい、ぜひお得なキャンペーンやっておりますということのご案内、はい、なんとなくでもイメージつきにくいですかね、どうだろうね、なんかその例えばその Zoom 使いたいって言った時、まあ私たちがその会社で Zoom 多分契約することはあまりないとは思うんですが、まあ一番はマイクロソフトオフィスかな、365、うん、とか、うん、さっきのあの例えばホームページ作りたいよって言った時にどうしたらいいんですかとか、まあ、それぞれの個々の契約に対して35オフってことだよね、そうです、そうですね、はい、はい、とかそういう部分も結局どうしていいのかわからないをとりあえず考えてくれる、でそれぞれにお金はもちろん取るけどねっていう、うん、相談だけはただ、そうです、うん、あの相談はもう相談と見積もりまではただだから、ホームページ作りたいですって言ったら、はい、クラウ自分のちゃんとサイトのいろんな構築から更新の手続きからそういったものも含めて一応見積もりはしてくれるということですね、はい、掲載しているものであれば、はい、はい、ちなみにですね、あの Facebook とか Instagram とかも今もう SNS を企業が発信するっていうのがすごく主流になってきているので、実はその今回いろんな資料を集めるのに資料請求とかでバーンつって出すじゃないですか、そこ電話かかってくるんですよ、もう今インスタグラムでこういったなんかマーケティングのなんとかとか、これがあの無料で今お話できますけど、いやすいません資料集めでもらっただけなんでそこはいいですって言ってお断りをするんですが、結構すごいかかってきます、でそういったあの広告 DM もすごいいっぱい来ますね、 YouTube を代わりに配信しますとか、うん、なのでやはりちょっとね皆さんもその個々のユーザーを見てっていうところでやっていきたいなというのがあります。何かご質問はございますか、どうでしょう、 Zoom の方はいかがですか、うん、皆さん質問ある方ミュート解除してお話しくださいな、何かありますか、はい、あのうちの結構あの Google のアカウントであのコミュニティ作ってるんですけど、はい、うん、で時々私も自分でこう見て一番嫌だなと思うのが口コミ、あそうですね、うん、で私も周りの医療機関とか見ててすごい親切な口コミとかあって、で中にはそのビジネスにしてる人がいてこの口コミを消したかったらいくら払えとか言って、あそういうビジネスもあるんだと思って、まあそう出しちゃったからには絶対こう来るなと思って、それも口コミする人っていいすごい良かったっていうのとすごい悪かった嫌な対応されたっていう、もう両極端ですね、書いてある内容が、うん、真ん中はいないんですよ、だからなんか、うん、発信するのもいいけどなんか嫌だなっていうのが、うんうん、あるんですよね、だから、うん、どこまでやっていいのかって、でもう広がっちゃったものはもうどうしようもないしなと、うん、なんかそこがどうなのかなっていつも思います、思います、はい、まあでも SNS の発信に関しては絶対それがついて回る、うん、口コミは特にですよね、実際にその人の勘違いであったり、うん、本当にそんなにひどいことしたわけじゃなくてもクレーマーはいるので、やはり出てくる場合はもう致し方ないのかなっていう部分で、まあ、それでもプラスの方をメリットの方が多いとして捉えて、まあ、やるしかないのかなとはやはり思いますね、なかなか難しいですけどね、うちもようやくなんか LINE だから私ね LINE は実はの情報発信はあんまり実はしてないんですよ、で、まあ、そのインスタと Facebook は同じものをその1週間に1回ぐらいは頻度で更新はするんですけど、 LINE はあこれは伝えなきゃっていうことだけ、例えばお休み臨時のお休みですよとか、あのお盆のお休みですとか、そういったものとか電子処方箋始まりますよとか、あのこういうの始まりましたっていうすんごいあの重要なお知らせだけを LINE は
あのプッシュするようにしてます。でなんでかっていうと、あんまプッシュ多い企業ってみんなブロックしません？皆さんしますよね。自分もで自分もするから、だからとにかくすんごい大事なだけを送ろうと思ってやってますけど、でも意外と反響はそれはちゃんとあって、電子処方箋って何とか、あと抗原検査キットの時ですかね、あれの時はすごい反響があったんです。抗原検査キット入りましたってあの LINE のあれでバーンって流すと電話かかってくるんですよ。 LINE じゃなくて薬局の電話に、なんかさっきさ連絡来たけど抗原検査キットあるなとかかかってくる。なんで LINE で帰ってこないと思うんですけどあのなぜか電話が薬局にかかってくるという不思議現象はありますけど、まあそういうのの、その大事な情報に関しては流すけど、やっぱりあんまりプッシュ多いと切られるかなと思ってこっそりちょっとだけ流すとか、まあそれもやり方かなとは思ってますけど、うん、できると思います。はい、あそんなもんかな。あとなんだっけ、そのぐらいか、うん、です。あとは何か質問ありますか。大丈夫そう。はい、なのであのぜひちょっと DX のとこだいぶ端折ってしまったので、 DX の細かい部分とか、なぜ進まないのかっていう部分に関しては、あの昨年のアーカイブぜひご覧になってください。面白い話してます。本当におまけのおまけです。総務省が国民のための情報セキュリティサイトというサイトを運営しております。なんかちょっとね昭和感のあるサイトなんですし、あとちょっと内容も間違っちゃいないけど、ちょっと今のあれにどうかなっていうところもあるんですが、本当に基本の基本のセキュリティの話、結構書いてありますので、お暇な時にでも情報セキュリティって何とか、その Wi-Fi ってそんな簡単に利用していいのとか、そういう部分も不安な方はたくさん、不安でもないのかな、分かんないと全然不安もないのかもしれない、逆に、うん、だけど実際には結構怖いこともたくさんあるので、それこそね、顔出しあんなにたくさん皆さんしてますけど、それこそ、ね、目に映、瞳に映る映像でどこに住んでるかをバレてしまうぐらい、そうすごいんですよ。そんな恐ろしいこともあるので、まあ、そういったものも含めて、いろいろコミュニケーションのツールとして皆さん上手に SNS を使っていただけたらなと思います。というわけで以上です。今月の福祉会終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。 Zoom の方も一旦おしまいです。ありがとうございます。です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 、はい、ありがとうございます。